人とは違う筆差をつけろ、コンビニの雑誌コーナー、表紙として書いてあった。自分らしさってなんだ、子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものは好きだと言って。僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から理解されるための建前。大人になるほど後悔する生き物になる。でもね、それでもね、逃げるものがあるんだよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしく、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君も僕じゃないから、すれ違う、手をつなぐ、そこには愛だって生まれる。そういうもんさ、自分らしさってなんだろう。変えられない大切があるから、終わりゆく生活が正しい。